あの140キロ50キロのボールが投げ込まれても僕らの状態で打つってのは140キロ50キロの状態で打ってないんですよ。あ、はい、やっぱりグラウンドに出る前にはおしゃれをして出てください。あ、はい、筧正行の同級、今回のゲストは報知新聞の記者、森脇瑠香さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。瑠香さんはね、はい、女子野球出身でお聞きしましたけど、はい、野球に興味を持つ女子って今多いじゃないですか。そうですね、はい、女子にとって野球って今身近になっているのかな。あ、そうですね、私の時よりは身近になってるかもしれないですね。なんか少年野球のところにも小さい女の子たくさんいますし、うん、だから僕らも少年野球行くと女の子の方がね、あの小学生の頃って力強く振る子が多いんだよね、はい、身長も大きいですね、はい、大きいんだよ女の子の方が、はい、でもそのね、あの女の子が野球というスポーツを始めるきっかけってのがすごく分からなくて、誰に憧れて野球を始めるのか。僕は長嶋さんとか王さんに憧れて野球を始めた一人なんだけど、女子野球の先駆者っていうか、はいはい、憧れるような選手っているんですか。私は中学校の時は片岡あゆみさんとかに憧れてました。金ちゃんのところで、金ちゃんのところで、ね、はい、プレーされていた。なるほど、はい、でそれで中学校の時にあの憧れのとか、まあ、好きな人を紹介するみたいな授業があって、うん、その時に片岡あゆみさんの写真とか情報とか全部書いた小さい本を作って紹介したことがあります。あ、そうなんだ、はい、それでね、女子ってのはソフトボールを選択する場合もあるじゃない。あ、そうですね、はい、ソフトボールってのは全く興味なかったの。あ、小学校の時はあの野球をやりたかったんですけど、うん、親がソフトボールにしときなさいってなってソフトボールをしました。した小学校の時は。なので上野由紀子さんとか、うん、あ、上野さんね、はい、すごく憧れてたんですけど、まあ、でもやっぱり野球やりたいと思ってソフトボール始めたので、うん、中学校は野球を転校しました。ソフトボールとこの失礼ですけど、はい、野球っていうのは当然違うものだと思うんだけど、はいはい、女性の中でも違うものなんだ。違いますね、全然。私も全然競技自体が違うともう思ってます。あ、そうなんだ、はい、いや、ソフトボールをやろうとは思わなかったんだ。あ、続けようとってことですか。続けようと。あ、全然、あ、全然思わなくて。いや、その時は本当にもうあの公式野球をしたくて したくて仕方なかったので。公式でしょ。はい、あの公式の重さとボールの大きさと、まあ、当然手の大きさで女性小さいと思うんだけど、はい、どのぐらい遠投できるんですか、女子の公式ですか。公式で私が多分高校生の時に80投げれたか投げれなかったぐらいですかね。お、すごいね、80投げたら、はい、平均は60、70、80、その間だと思います。その間ぐらいね。であれば、はい、でも塁間だとかは一緒でしょ。あ、一緒です、一緒です。ピッチャーの打つバットは金属ですか。あ、そうです、金属です。中学硬式とかの金属ですかね。で、金属バットの重さとボールが打つ時のバットから重さってのは当然すごい感じるでしょ。感じます。で、鍛えやっぱり、うん、あ、でもウェイトルームとかはなかったので。腕立て伏せ。あ、腕立て伏せと筋トレっていうのが、まあ、いつも練習終わりとかに30分とかありました、みんなで筋トレ。それで野球を、まあ、挫折という言い方は失礼なんだけども、挫折をするようなことってあるんですか。嫌いになるとか。嫌いになることはなかったですね。はい、ただ、まあ、高校1年生の時に、うん、まあ、各ポジション分かれて、うん、まあ、上手い下手あるじゃないですか。ある。まあ、私がそのセカンドをやりたくて行ったんですけど、はい、私よりめちゃめちゃ上手い人がいて、はい、もうそれで私はセカンドはもう無理だって諦めた時はあったんですけど、監督にライトに回れって言われて、うん、ライトでそう、なんですか、レギュラーで出れるようになって、うん、そっから またちょっと楽しくなったって感じですかね。外野を初めて知って内野しかやってなかった。外野ってでも全然違うでしょ。あ、違いますね。楽しかった。外野楽しかったですけど、あの後ろに抜けたら終わりっていうプレッシャーはすごかったですただね、あの野球、プロ野球の世界でもあの内野から外野へのコンバートってのはあるんだけど、うん、
外野から内野へのコンバっていうのは、なかなかないんですよ、はい、やっぱそれぐらい難しいことなんだと思いますけど、一人あの高木豊という選手が日本ハム時代にライトを守ったっていうの、はい、で初めてライトを守った時に野球に参加してる気持ちじゃなかったって言ったのよ。へー、プレーボールが気づかなかったって言ったの。あ、はいはいはい、だから高木さん、豊さん、もう野球始まってますよって、ああ本当って言ったり、はい、その外野のその緊張感と、あ、その外野のそのゲームに入る緊張感っていうのが全く違いましたっていうことを言ってたんだけども、うん、セカンドと外野では全然違うでしょ。全然違いますね。それでもちょっと気持ちは分かるかもしれないです。プレーボール分からないまではないですけど、さらに言ったと思うんだけど、はいはい、それぐらいなんか違うっていうようなことを彼が言ったのね、はい、そうですね。でもそれは分かりますでしょ。分かります分かります、全然違います。で、内野へ戻りたいという気持ちじゃなかったの？ ありました。でも、うん、うますぎてその戻りたいとかそういうのじゃなかったです。もうあの私の居場所はここしかないんだって思いました。ライトで、はい、ライトしかないんだ、ここでレギュラーを掴んで、はい、しかないんだと、このレギュラーを誰にも渡さないんだってことだ、はい、それしかないんだと思いました。そのためには打たなきゃレギュラーって取れないんですよ。ああ、そうなんです、そうなんです。そうでしょ、はい、そうです。結構守ることも大切だと思うんですけど、はい、特に外野を守らせられた時にバッティングというものがすごくレギュラー取るために大切な要素になるわけじゃない、はいはい、でバッティングはどうだったんですか？全くでした。全くです、本当に。右、左、左です、左です、はい、右投げ左打ち、はい、一緒だ、はい、僭越ながら。右投げ左打ちって意外に広角に打てるんですけどね。あ、いえ、打てないです。引っ張り専門です。あ、そう、はい、外を打つことができないんで、うん、外角打つことできないんで、もうなぜできないんですか？出ない、バットが。そのえ、もう構えてて、はい、出ない、はい、てかまずそのあ外角だっていう感覚がまずあんまりなくて、まあこの時点でもう打てない、ね、はいはい、なのでインコース来ればインコースだってわかるじゃないですか、当たりそうになるんで恐怖感で。これね、もう話はすごく面白い。僕はね、あ、まあこっちに来たら当たるから見えますね、はいはい、恐怖感で当たるって思うじゃないですか、うん、じゃあバット出るんですよ、ほとんどボールとかだ、あ、じゃあ当たって飛んでくんですよ、ライトに。アラマ、インコースのストライクとボールの見極めはどうしますか？あ、もう全部打ちます。インコースに来たら、あ、全部打ちます私は。あ、じゃあこれがホームベースだとしたら、はいはい、まあこうでいいや、はい、こうです。この辺からインコースですか？真ん中ぐらい。あ、そうですね、私はもうそうです、まあ、じゃあギリギリに立つんで線の。ルカさんのそのホームベースってのは半分だ。あ、そうです、この半分です、私は半分で、はい、ダイヤモンドもセンターからもうレフトのラインはないんだ。ないです、センターにラインがあるようなもん。あ、そうです、はい、45度の野球やってたんです、ね、私はずっとそうです。そういうことなんですね、はい、で本当にそうです。ヒットゴロ全部45度なんだ、はい、で打順が7か8です。出た。打てないんでね、打てないんで、もう打てる人から順番に行くじゃないですか、じゃあ余ってピッチャー最後じゃないですか、最後です。じゃあ余ってんの7か8しかないんですよ。わかります。じゃあまあどっちが7でどっちが8でもいいよっていう。でも楽しかったでしょ。あ、楽しかったです、楽しかったです。で、そのまま高校に進んでいく、で高校でも野球、硬式野球やる、はい、やります。で優勝するということを聞いてますけども、はい、聞きました。その時結構活躍されたんですか？全国で最後優勝したのはあのもう後輩が入ってきて、3年生で後輩入ってきてたんで、あ、もうライトはあっさり奪われました。はい、レギュラーはあっさり奪われて、奪われて、はい、打てないんでしかも、うんうん、でその後輩がめっちゃもう広角にもうバシバシ打つんで、うん、あの私あの 7回までなんで女子って、まあ、あの7回制なんだ、はい、はいはい、6、7回 の、うん、あの守備固めでライトに出るみたいな、運よかったら打席回ってくるみたいな。打席はもらってないんですか？そうですね、1、2年生の時はそれなりに打席はあったけど、後輩が入ってきて、はい、その選手は素晴らしい選手が現れたから、はい、まあ、レギュラー奪われるわけだ、はい、ちょっと辛いでしょう。あ、辛かったですね。でもその辛い云々より私より上手いんで、自分も感じるんだ。仕方ないですよね、なんかそれはもう、はい、もう上手いねっ
よく打つねと思いながら、それも自分の中で納得して、はい、いやもえないしょうがないなと、はい、だってもうどれだけ練習してもレフト線には飛んでいかないんですよ打球が本当に申し訳ないんですけどどういう練習あのもうここにボールを投げてもらってこっちに流す、ああ練習してたんでしょ、はい、バットの角度を引っ張りだけじゃなくて、はい、ちょっとこうここだよこう入れながら、はい、でも打てない打てない、だってもう違いますもんね、やっぱ投げられてるボールと、そう練習してるボールは、これね、まあ、僕らのことで言っていいかどうか分かりませんけど、あの140キロ50キロのボールが投げ込まれても僕らの状態で打つってのは140キロ50キロの状態で打ってないんですよ、あ、はい、やっぱ一番打ちやすい120キロぐらいのスローモーションで見る感じでやっぱ打ってるわけですよ、だから多分ね、ルカさんのボールの見方が多分ボールと衝突するような形で全部打ちに行くからボールが見えないんだと思うの、あ、はいはい、だ僕もその衝突するときって調子悪いとき全部衝突するんですよ、そうすると120キロのストレートでも衝突するから150キロにも160キロになるんですよ、自分が動くから、あ、迎えに行ってしまう、迎えに行ってしまうから、はい、でも自分が状態のいいときってのは僕は一回こう踏み込んで前に出るんですけど、はい、それから打ちに行くときに自分の目が後ろにこう下がっていくわけ、あ、はいはい、バットがこう先に出てくるんですよね、バットが前に出ると同時に、はい、こう体が後ろに下がっていく、あ、その時にボールが止まるわけ、止まったことは一回もないですだから多分ルカさんの場合は打ちに行ったらこのまま行くんだろうな、あ、だから、はい、外は届かないよね、はい、そうですね、もう過ぎちゃってますもんね、バットもね、だから一度その野球のバッティングセンター行ってみたいな今から教えていただけます、いやいや、どういう形で打っていたのか見てみたいな、女子のそのバッティング練習って、僕一度ね、西京区の若狭スタジアムですか、はいはい、今若狭スタジアムっていうのかな、はい、あそこに女子野球をね、こうフォーシームで行ったんじゃなかった、はい、取材で行ったことあるの、はい、あ、これ結構皆さんレベルの高い野球やってるなと思ったんですよ、うん、はい、でちょっと話変わるんだけど、最後に女子野球の方たちが集まられて、僕が一言言ってあげたのは、足元をもっと綺麗にしなきゃダメですよと、あ、はい、スパイクが汚れてたの、あ、なるほど、僕らでもその野球戦いに行く場合にやっぱグラブだとかバットだとかスパイク、うん、まあ、ユニオンは選択してとか安泰先生選択していただきますけども、はい、自分で使う道具ってのはやっぱ自分で磨くんですよ、うん、はい、バットももう湿気がならないように乾燥剤を入れたジュラレミンのケースに入れたりだとか、はい、グラブはゲーム前に必ずオイルをきれいに塗ってしっとりするような形にすると、はいはい、ゲーム終わっても必ず磨いて、うん、でロッカーに置いておくんですね、でスパイクにしてもやっぱ自分でゲームにちゃんと綺麗に磨くんですよ、これはファンの前に出る身だしなみとして当たり前のことだと思うんだけども、うん、ユニフォームは綺麗なんだけど足元のスパイクがすごい汚れてるのが気になって、うん、やっぱり女性として激しいスポーツですけども、やっぱりグラウンドに出る前にはおしゃれをして出てください、あ、はい、そのための一番大切なのは僕は足元だと思いますよと、うん、足元をしっかりしない人はやっぱ野球うまくならないと思うから、うん、スパイクをまずきれいにしてこう野球を楽しんでくださいってのすごく覚えてるんだけど、道具はちゃんと大切にしてましたか？あ、私入ってから野球始めてから外野グラブと内野グラブ1個ずつしか持ってなくて、それ10年間使い続けました。あら練習してなかったんじゃない？素晴らしい、はい、それは、はい、そうなんですよ、僕も12年ぐらい使ったの一つのグラブ、そうなんですね、ああもうそれしか使えゲームだけ、そうなんかそれしか使えなくなってしまって、日本ハムの新庄監督もメジャーに行っても戻ってきても阪神時代の自分のマジックで書いた63っていう数字がマジックでグラブに書いたものを
ずっと使い続けたんだよ、ね、すごいですね。バットはまあ金属だから折れないから、はいはい、まあ、自分で買うってことはないんですか。そうですね、まあ、素振りとか用にそのマスコットバットを買ったりとかありましたけど、バットを買うことは。スパイクもちゃんと綺麗にしてましたか。スパイクもそれなりに、はい、磨いたりはしてましたかね、はい、ユニフォームは当然ゲームになるとは試合用のユニフォームがあるわけですよね、はいはい、女性用とかじゃなくて同じものなんでしょう。あ、そうです、はい、同じものです。大きさが違うだけっていうことですよね。そうですね、私なんか高校の時はそ女子のサイズとかないんで160とか着てました。あ、そう女子のサイズってないんだ。あ、ないです。なので子供からあるその僕少年野球だとか、はい、そういうユニフォーム。そうですそうです、はい、男の人の S だとでかいので、うん、小学校用の160センチだとか小学生用の M とか L とかっていうのを着てましたね。あ、そうなんだ、はい。